皆さんこんにちは。株式会社クロの元気デザイナー兼社長のボブです。本日はフォトショップ編第9回目で、お正月のデザイン表現の練習として、お正月セールのバナーの作成を、バナーの情報設計訴求文言の構成とレイアウトと、バナーのデザインの2回に分けて実際にバナーを作っていきたいと思います。作成する前にまた改めてですが、2022年1月のバナー作成の相場はだいたい1本で5000円から1万5000円くらいもらうことができるので、1日で終われば日当5000円から1万5000円くらい、3日で終われば日当1600円から5000円になるということを覚えておいてください。作業時間が短くなればお金が多くもらえるぜ、イエイというところですね。あと、改めてなんで自分がバナー作成の動画を情報設計とデザイン編で2つに分けているのかというと、デザイン業務では考える時間が7割で、デザイン手作業が3割なので、何も考えずにクリエイティブ依頼主からの仕様書をそのままデザインに落とし込もうとすると 100% 文字が入らなかったり、目立つ対要素が埋もれてしまう問題があり、デザイン手作業が10割とかになってしまい、最終的に赤字になってしまうので、そのためにも自分で先方の意図を理解してデザインの作業をする前に情報設計をしておくと、スムーズにデザイン作業を進められるので、情報設計編とデザイン編で2つに分けています。ちなみに改めて、情報設計とはビジネスサイトからもらった利用者に対して発信したい情報を、利用者が伝わりやすいようにメインの軸はぶらさずに構成し直すことです。情報設計ができていないバナーはデザインされたバナーじゃないってくらい、デザイン前の情報設計は大事ということなので、今までバナー作成をトライしてみてうまくいかなかった方は、ぜひ情報設計を再度やるようにしてください。で、今回のバナーですが、お正月をテーマに架空のブランド EC サイト大城市場が新春初売りセールをするので、それの広告用バナーを作る想定で作っていきます。バナーの内容、訴求文言、サブ訴求、サイズ、素材の提供は特になし、掲載される環境はブランド販売 EC サイト大城市場のサイトのトップバナーという条件で作っていきたいと思います。今回はセールの期間が決まっているので、いつから始まっていつから終わるかがわからないクリエイティブは、開始日時と終了日時の2つがわかるように配置してあげるといいと思います。はい、では早速まずは訴求文言の構成から見ていきます。今回のクリエイティブのストーリーを詳しく見てみると、架空のブランド EC サイト大城市場が新年の初売りセールをやってるんだけど、最大で 60% オフの商品もあるから早くサイトに来てチェックしてみてねというものになっています。このストーリーを成立させるためにバナーに入れる要素を構成し直していくと、まずは訴求文言、早い者勝ち、大城市場の2022年新春初売りセール1月4日から1月31日まで。こちらは訴求文言の構成の前に余計なテキストが入ってしまっているので、そちらを一旦外す作業からしていきましょう。まず今回はブランド販売 EC サイト大城市場のサイト内で掲載するバナーなので、大城市場が訴求文言に入っていても、サイト自体でサービス紹介しているのと、バナー自体でもサービスを紹介していて、同じことを2回も言ってしまっているので、サービス名は削除した方がいいかもしれません。次に1月4日から1月31日までの開催期間のテキストですが、こちらは情報属性的に訴求文言ではなく開催期間の情報として別にした方が、クリエイティブを見た利用者が理解しやすいので分けた方がいいかもしれません。なので残りの訴求文言の早い者勝ち2022年新春初売りセールを見ていくと、早い者勝ち、こちらを隠しても意味はわかりますね。2022年新春、こちらを隠しても意味はわかりますね。なので残った初売りセールがこのクリエイティブにとって必要な文言だということがわかります。次にサブ訴求の文言の構成ですが、最大 60% オフ、このようにいくら安いというような訴求を出したい場合には、なるべく文字が大きくなるようにするといいです。なので 60% オフが目立つようにレイアウトしましょう。
またオフの文字も英語のオフにした方が視覚的に安くなっていることがわかるので、ここも英語にした方がいいかもしれません。次に画像のレイアウトですが、もうデザイナー業界のあるあるで素材の提供がないってことがめっちゃあります。なのでこの時点で訴求文言をセンターにして左右に画像を散らすという選択肢はなくなるので、左右どちらかに画像かテキストをレイアウトするパターンを想定することができます。またこの時画像の代わりにメインの訴求文言とサブの訴求文言を比べた時に、初売りキャンペーンよりも 60% を目立たせて利用者がその文言に興味を持って初売りセールのクリエイティブを生ませるように、視線誘導のデザインをできると良いクリエイティブになると思います。最後に今回の情報設計でできたものをお見せしたいと思います。まずユーザーの視点が始まる左側に 60% オフの情報をバッチのような表現にし、利用者の目をそこに止まらせるようにして、右の方に早い者勝ち初売りセールのテキストを配置して、これが初売りで早くサイトに来ないといい商品がなくなっちゃうよということが分かるようにして、キャンペーン期間が分かるように期間情報をタイトルの下に配置しました。次回から今回作成したバナーの情報設計をもとに、タイトルの作字からお正月っぽいデザイン表現をいろいろご紹介したいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイー。